今回は、超字無駄だ、パシ、これに対する読者の反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ここ好き。かっこいいよな。デブが本気出して痩せるのは王道。チャクラの形態がすごいかっこいいんだよな、この一族。デブのくせに蝶とかオシャレなもん持ってるな。痩せた姿って結局ここだけだっけ。命に関わるから。忍界対戦でやってたはず。弾薬なしですれが状態になるのが明智一族の秘伝らしい。命の危機があるのは弾薬の方だっけ。それともスレガの携帯自体？弾薬。なんで戦争の時に親父は蝶出さずにバイカで戦ってたんだ？蝶ってよほど才能ない限りスカスカになって蝶バイカより威力下がるみたい。デブキャラが痩せて強化はええんか？まあええか。一時的変化だからまあ。蝶羽エフェクトいいよね。結局痩せるあたりデブ要素って劣るわ。ゲドウマ像と巨大化して戦うの好き。デブじゃなくてぽっちゃりな。よく考えたらイノシカ蝶でキャラ作るときに女の子にイノシシデブキャラに蝶を持ってくるのは結構攻めてるな。こういうずらしはうまいんだよな岸影。成功したずらしだと思う。元からイノシカ蝶の蝶でたっぷり栄養を貯めてから蝶に浮かするわけだからそこまでずらしでもない気がする。でも格好良い。鹿丸バカにしたことに一番怒ってるのがね。いいよね。ここの表現マジすごいよね。この振動感すごく好き。娘はこれ使えんのかね。あの子痩せたら一番人気だそう。痩せてたよ。早いな。使えるけどダイエット目的でとりあえず痩せる技として覚えてしまったので長寿が訓練してパワーも出せるように鍛えてる。痩せた蝶々は作中でボルトが唯一女に見とれたぐらい可愛い。戦争で師匠に見せたパーフェクト長寿もいいよね。親も使えるんだっけ。弾薬なしで好きな時にできたら一人前。蝶々はとっくに習得してるし何度も作中で披露しとるぞ。親父と違って痩せモードは当初ただのデバフだったけど、忍界対戦で出した最終フォームはかっこいいし火力もあって最高。このモードって実際どのくらいの強さなんだろ。六門のリーくらいはあるのかな。蝶々だけ母親から受け継いだ技とかないよね。少なくともペイン陸道くらいなら当たれば一撃で殺せる。あいつらこのハマルのミニ螺旋岩でも死ぬ虚弱者だぜ。普通の忍者は螺旋岩当たったらよくてノックアウトだからな。やっぱりかっこいい。このシーン弾薬も特別感ある。痩せて強くなるんじゃなくて、デブって多分の脂肪をエネルギーにして強くなって結果的に痩せてるんだ。げんから痩せてるとできないんだわ。あえて太り続けないといけないってかなり辛い一族だよな。何かこいつら揃って食うこと好きそうだからそんなに重い雰囲気ないけど体重の割に。体質か知らんが外部からチャクラを得ても太るんで独特な生態なんじゃない？あの見た目で同期の中でもかなり強い方だよな長寿。純前衛の戦闘タイプが弱くても困る。蝶々はあの若さで弾薬なしで超モードになれる天才。ただ痩せる目的で習得しちゃったからスペックはスレガよりやや低めっぽい。どうもネルチャクラがまだ未熟なんで軽いみたい。部分バイカも普通に使いやすいからな。こいつかくず倒してるからな。アニメのサラダ VS 蝶々の超モードの作がすごい良かったよ。2部の途中までしか読めてないから長寿最終的に同期で上から数えた方が早い強しさって聞いてなソニンってなった。だって超過したら美獣並みだぞ。イノシカ蝶って特別扱いされてる人が弱いわけねえだろ。でも他も大体有力人一族の子だろ。出てきた同期全体スペックや絡めての有無で見るとまた変わりそうだけどパワーだけならかなり上隅ではある。まあその純粋なパワーをどうぶち当てるかってのが鹿丸イノの役目だからな。イノシカ蝶が同期の中だとかなり扱いいいから。ゲドウマ像足止めできる程度に強い。アカデミー卒業して即中任試験に推薦される奴らが弱いわけないんだ。蝶バイカ発動もかっこよくていいよね。サブタイいいよね。イノシカ蝶ってみんないい奴だよね。死の森で七班のピンチ見かねて助けようとしてくれたからな。要素を抜き出すと美獣や大臣の口寄せ並みにでかくなれてパワーもそれ相応。脂肪をチャクラの外付けタンクできる出しからめてはともかく単純な戦闘では強い要素しかない。戦争編の長寿長座揃ってるシーン見るからに強そうでいいよね。娘は親父より若くして部分バイカ使えるし才能すごい。中任試験で蝶バイカも使ってたな。イノシカ蝶のうち鹿丸長寿はナルトと仲いいけどイノはナルトとどんな関係だったっけ。アカデミーのサボリ友達キバはともかく長寿は一人でいたナルトに声かけて遊んでた。鹿丸も長寿が遊ぶのとなると大人たちが嫌悪で見てるのが気に入らないから一緒に遊んでた。いいやつすぎない？網影様の幻術だよ。また幻術か。網影様のイザナギは日向をヒロインにしたからな。でかい、でも絡めては一切なし。
という潔い性能の明け道を絡めてだらけの奈良山中でサポートするスタイルいいよね。ウルトラマンヨーヨーとかクソ強いし。かわいい。初期は情けないデブって感じじゃなくてサイコ殺人鬼みたいな目つきしてたよな。親父はナルト殺そうとしてた一族だ。面が違う。あのウルトラマンはその何？入れ墨が個体ごとに違うんだけど入れ墨が親父。個体って言い方ひどすぎて好き。思考回路がオロチマルみたいな言い回しだなこれ。娘がひたすらにいい娘でホント好きデブって言っても切れないし。あの犬美味そうだな。キバ。話進んでいくとサスケの方が友達少なくね。透かした性格はともかく良くも悪くも優等生だったからな。あと暇な時も狩猟してるからとにかくストイックどっかの兄貴のせいだが。サスケ同世代ともあんまり絡まずに失本しちゃったしナルトの次に親しいのってタカメンバーなんじゃない。長寿は我が道を行くタイプの割に友情や役割みたいな社会性を大切にしてる。ペイン編でもカカシ先生の死の伝令役長寿だったしな。どの道イノは玉眼とか持ってるわけじゃないのに感知タイプの部署の責任者やってるのすごい。あの一族広範囲通信のスペシャリストでもあるっぽいよね。侵入者1名そっち向かってるわ了解こっちで対処する一応増援も用意しとくわみたいなナルトイノのやりとり好き。親父たちがハイスペックすぎたというか戦争編入ってから思ってたより重要孤児の人たちだなってなった。常任のトップと通信のトップとどの道のトップだからな普通にヤバいな。イノシカ町の長担当の面目役女って感じで好き。同期が変人の中で長寿とサイは空気読める子だった。それまであんまり活躍なかったところにこれだから痺れるよな。羽生えるのいいよね。四角さんがあのポジションでしかまるよくあのキャラ通せたな。イノの進展進化しかまるの影真似が決まれば長寿パワーで倒せるいいチーム。漫画だと当然顔見知りだけど悪友的な絡みをするようになったのは卒業試験以降だからな。兄影様はすぐに過去は盛るからな。ナルトの親友ナルトの親友桜の親友ってよく考えなくても重要な奴らだったな。今の長寿ですらたまに痩せる程度には厳しい任務があるんだよな。原作でも割とそんなんだったけどナルトにもともと友達いたわ結構物語の筋壊してるからな。原作で寂しくしてたナルトをシカマルたちが遊びに誘いに来てくれたのは無限つくよみテスト版の中の輪だから。余計にひどくない？超モードは白号や八門遁甲の類型と考えればそりゃ強えよな。ザラストとか子供ナルトが影分身するから現実としか言いようがない。いい感じのエピソードなのはともかく実は昔から友達がいて孤独じゃなかったみたいになると話の前提がブレるからあまり好きじゃないタイプの現実。ナルトの幼少期の友達兄折で生えすぎ。なんかしかまるとも仲良いな。あれ？ナルト意外と孤立してないなこれ。ってなるよね。いい感じのエピソードなのはともかく息子の友人をどの道する長座とか話の前提がブレるからあまり好きじゃないタイプの現実。わからないってばよ。でもみんな夕方には親が迎えに来るのに自分は一人で誰も待ってない部屋に帰るのはリアルな嫌さではある。これだとサスケも同じじゃない？みんなと一緒に遊んでて夕方親が迎えに来たけどナルトの親だけ迎えに来ないみたいな描写はだいぶ頑張った軌道修正だと思う。秘伝忍術でめちゃくちゃ痩せるから普段は太っておく必要があるってまあ大変な一族だが本人たちはみんなよく食うからいいのか。物心ついた時からそうあれと教えられてるし暴飲暴食してもむしろ褒められるから問題ないんだろうな。おそらく一族の生態的にそういう体質にはなってるんだろうけど突然変異で小食で生まれた人いたら地獄だろうけど。一部の頃はガーラとナルトは同じくらいと思ってたけどガーラぶっちぎりで悲惨だよね幼少期。そら親父に美獣の封印解けないかストレステストされたり殺されかけてたしね。友達の有無がどうでも良くなるくらいにはイルカ先生ポジが殺しに来たのが致命的。任務で殺しに来たまでならギリ耐えられたかもしれない。指示した人物の名を挙げてあえてあなたを憎んでました母親からも疎まれてました最後は道連れにしますとまで言われたのがとどめ。この程度で暴走したやっぱりダメか。一話でもナルトが欲しかったのは親というか自分を無条件で愛してくれる保護者だって話の筋だったから友達がいたってなってもそこまで気にはならなかったな。読み返してると桜ちゃん好きになったところは姉御肌なとこなのかなって感じがした。痩せた長長は強すぎる。基本は学校でつるむくらいの相手なんだろう。ガーラには一楽のおっちゃんもいないし。ガーラにとってのイルカ先生みたいな人も殺しにかかってくるからな。サスケは迫害はなかったけど悲惨さじゃナルトより上だよね。メンタル病むのはナルトの方だが最初に惹かれたのが母親にのさくらちゃんだったけどサスケも含めた7班という仲間枠での関係で満足しちゃった。
ここでなんで満足したかってところに対等に話せる友達も信頼できる相手もいなかったって部分が絡んでくるから過去に友達入るのが個人的に受け入れにくい理由だな。母親にというか桜ちゃんがサスケを好きだったからって部分がほとんどだよ。ガーラの砂漠体操もだけど振動の表現好きずっと見てるとよ。長寿活躍するたびにかっこよかったよな終盤も。ただ孤立してたってだけじゃちょっとパンチ足りなくない？そうだ、気にかけてくれる友達がいるけど夕方になるとみんな家族の待つ家に帰っていく中で自分は一人ぼっちの部屋に帰ってたから大人たちに肯定されたいってことにしようぞ。皆さんは、長寿無駄だ、バシ、これについてどう思いました？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。